大荒れとなった北海道東部根室市の現在の様子を見てみます非常に強く吹雪いていますね視界が真っ白で非常に悪い状況ですお彼岸の景色には見えないですね,ですね猛吹雪ですね、はい、根室の最大瞬間風速は28.5メートル台風並みの暴風となり北海道東部の広い範囲に暴風雪警報が出ています また、暴風による吹き、溜まりなどの影響で観測史上、初めて積雪が1メートルを超えました。引き続き、明日の朝まで猛吹雪に警戒が必要です。